すみません。今日、隣に越してきて、お母さんが、これ、持って挨拶してきてって。これから、よろしくお願いします。失礼、しました。へえ結構可愛いお姉さん。食べちゃいたいな <laughs> あの、実は、鍵なくしちゃって、お家、入れなくて、それで、えっと。えお母さん帰ってくるまで、いてもいいんですかありがとうございます失礼しまーす。じゃら。 飲み物なんて、お気遣いなく。え、えっ、ー、と、じゃあ、ジュースで、お願いします。<laughs> お姉さん、優しいんですね。でも、ダメですよ。いくら僕が小さいからって、よく知らない男を、 部屋に入れちゃうなんて、どういうことかって <laughs> こういうことですよ。<laughs> なんだか体が熱くなってきたでしょ僕の目には、チャーム、魅惑の効果があるんです。この能力にかかった人はみんな、僕のことが好きになっちゃうんです。 そして僕の言うことに逆らえなくなる。例えば、動くな。とか。ほら、もうお姉さんは指一本動かせないでしょ僕が何なのかってそんなの、こうすればわかりますよ。 美味しい。これでわかったでしょ僕は吸血鬼。お姉さんの血を吸うために近づいたんです。お姉さんを見たとき思ったんです。ああ、この人を喰らい尽くしたい。って、一目惚れなんです。<laughs> だから。 許してくださいね。血を吸いすぎちゃって死んじゃっても。なーんて、冗談ですよ。だって、せっかくこんなに可愛い餌が手に入ったのに、すぐに食べきっちゃうなんて、そんなこと、絶対、しませんよ。じっくり、じっくり、 ゆっくり味わって、永遠に、飼い殺してあげますね。<laughs> もっと、僕を怖がってくださいね。恐怖を感じれば感じるほど、お姉さんの血は美味しくなるんですから。<laughs> 泣いたって無駄ですよ。 お姉さんはもう、僕のものなんですから。絶対、逃がしたりなんかしませんよ。<laughs> 気持ちいいでしょ息。荒いですよ。 ただもこんなに汗ばんで、もっと抗ってくれた方が僕好みなんですけど。でも、従順なのも、それはそれで好きですよ。<laughs> 次はどこを噛んで欲しいですかいや。<laughs> そんな潤んだ目で言われても、説得力ないですよ。 ほら、ちゃんと言ってください。言ったらもっと気持ちよくしてあげますよ。腕、背中、首筋、内もも、指先。言ってくれれば、どこでも好きなところを噛んであげますよ。噛んで、吸って、 舐めてあげます。だからほら、ちゃーんと、口に出してください。<laughs> 内もも、ですね。わ <laughs> かりました。<laughs> 気持ちいいですよね。ほら。 快楽,楽に身を委ねていいんですよ。そうやって、落ちて、落ちて、そこの底まで落ちたら、僕のすべてで、あなたを愛してあげますよ。楽しみでしょ <laughs> 僕も楽しみです。ほら、口を開けて、 これからいっぱい楽しみましょうね、お姉さん。<laughs> <laughs> <laughs>